幻想曲へ、単調作品49は、フレデリック・ショパンが1841年に作曲した幻想曲。演奏時間は11分から15分。幻想曲とはもともと形式にとらわれない自由な楽曲を意味し、バロック時代から多くの作品が書かれたが、その作風は時代によって変化してきた。バッハからモーツァルトに至っては、 それは思いつくままに学装を並べていったようなものであった。ベートーベンは自由な女装の後、一つの主題が提示されて、それが何回も変装され、発展していく形をとった。しかし、ロマン派になると、逆に、そなたの形をとる長大な作品に仕上げられた。シューベルトのサスライビと幻想曲や、シューマンの幻想曲などはまさしくその典型である。そして、 ショパンは、そなた形式を基調としながらも、女装や中間部が組み入れられる極めて自由な作品に仕上げた。ショパンはバラードでも同じような形式を用いたが、それらが三拍子系であるのに対して四拍子系であることから幻想曲とされた。曲は引きずるような女装主題に始まり、ゆっくりとした早々更新曲となる。それが立ち止まったかと思うと、曲はに、 二拍子となり、三連符のパッセージとなる。次第に、曲は興奮していき、そなたの第一主題に発展する。そなたは四つの主題があると見ることができ、第二主題は変異蝶々、第三主題で、破綻調から変蝶調調となり第四主題は変蝶調調となるが、それらは対比を意識したものではなく、一つの主題群として、学奏が連続したものである。 それが終わったかと思うと、再び経過部の三連符のパッセージが現れ、破綻調と変と調調で主題が一時的に再現される。しかし、そこから曲は急に落ち着きを見せ、三度三連符のパッセージが登場する。路調調さん、四拍子のコラールの中間部となる。しかしそれも長くは続かず、突然に打ち切られ、間もなく主題が変路単調で再現される。曲は、 刑事部通りの進行をし、その後三連符のパッセージから変異蝶々でコラール主題が出現し、そこからきらびやかな分散和音によって変異蝶々のまま閉じられる。ドボルザークの公共曲第3番第2楽章や1952年にヒットしたポピュラーソング雪の降る街をにはこの曲の助奏のモチーフが現れる。マタリストによるとこの複雑な速度設定は ショパンとサンドとの対立を描写したものとされている。ありがとうございます。